3年生のみんな、もうすぐ卒業か。寂しくなりますね。ねえねえ、先輩たちのために何かやりたくない？うん、やろう。絶対言うと思った。まあ生徒会でもそういう話出てるし、やること自体はいいと思うけど、どんなことしたら喜んでもらえるかな。先輩たちにたくさん喜んでもらいたいよね。盛大にお祝いもしたいけど、私たちの気持ちも届けたい。はぐみ、応援コロッケ作りたい。出来たてのコロッケを校門前で応援しながら渡すの。何それ、すっごく美味しそう。いいですね、一級入魂ならぬ一コロッケ入魂ですね。渡す時に私たちの思いも込められるし、いいと思う。いきなりコロッケ渡されて思い伝わるか。じゃあじゃあ、コロッケにソースでメッセージを書くのはどうかな。はぐみ、それ採用。いや、それ採用じゃねえから、コロッケから離れろって。でもメッセージはいいかもな。卒業生のみんなに伝える私たちの思い、応援、メッセージ。あ、いいこと思いついた。ビッグニュースのお届けです。もかちゃん、どうしたの？とある商店街の美味しいパン屋さんからの情報なんだけど、花咲川、卒業生に向けて何かやるらしいよ。そうなんですね。アスカちゃん、かすみ先輩から何か聞いてる？あ、この前お姉ちゃんがそんな話してたかも。在校生の気持ちを届けるんだって。アコもやりたい。どうするか聞いた？そこまで詳しくは話さなかったけど、先輩たちを応援するんだってなんか燃えてたよ。ほうほう、こっちも負けてられませんな。勝ち負けとかじゃないと思うけど、でも私たちも卒業する先輩たちにエールを送ろうよ。賛成。じゃあ何するか考えよう。手紙とかはどうかな。やっぱり気持ちを伝えるなら定番かなって思うんだけど。ふむふむ、となると朝一番に来て先輩たちの下駄箱に入れとくとか。それもいいけど、もっとどーんとやりたいな。せっかくのお祝いだし。手紙どう？見て見て、これすっごくいいんじゃない？うん、めっちゃ華やかになったね。生徒会のみんなのおかげだね。うん、市ヶ谷さんがすごいやる気出してくれてて、そのおかげでここまで大きくできた感あるよね。先生たちや他の生徒のみんなもいいアイデアだねって言ってくれてたよ。みんな同じ気持ちだったみたいね。そっか、心も美咲もみんなに呼びかけてくれてありがとね。いやいや、私は別に。ねえねえ、先輩たちに送るメッセージだけど、まずは何書く？はあ、書きたいことがたくさんあってうまくまとめられないよ。たくさん書いてもいいんじゃない？伝えたいことがいっぱいあるってことだもん。その通りよ。たくさん書いていっぱい笑顔になってもらいましょう。うん、気持ちをいっぱい込めてたくさん書くね。いいね、きっと先輩たちも喜んでくれるよ。よーし、みんなで満開の花束目指すぞ。感じがして、私もいいと思う。うん、
悪くないね。これは完成が楽しみですな。好評みたいで安心したよ。みんなはもう何書くか決まった？それなんだけど、考えただけでもううるっときちゃって。それはさすがに気が早すぎじゃない？こういうの書く機会ってあんまりないし、いざ書こうと思うと何から書けばいいのかちょっと迷うな。あれも伝えたい、これも伝えたいって思うとうまく言葉にしづらかったりするよね。うんうん。というわけで、ランのを拝見。ちょっと勝手に見ないでよ。っていうか、人のを参考にするものじゃないでしょ。そんな、ゆうゆうゆう。ま、ランの言う通り、こういうのはやっぱ自分の言葉で書かないとな。それもそうだよね。まあ、モカちゃんなりにまとめてみますか。先輩たち、喜んでくれるといいな。みんなの思いがこもったメッセージなら、きっと先輩たちも喜んでくれるよ。このボードをみんなのお花でいっぱいにしようね。みんな、集まってくれてありがとう。急に呼び出されたけど、これって何の集まり？学校の在校生として卒業生に向けたメッセージを伝えるボードを用意したでしょ。だからガールズバンドのみんなとも何か一緒にやりたくて。とっても素敵なアイディアね。なるほどね。まあ悪くないんじゃない？はあ、いいですね。あ、でも私なんかが参加してもいいのかな？いいに決まってるよ。うん、かすみ先輩の言う通りです。一緒にやろうよ、ましろちゃん。ありがとう。せっかくかすみさんが呼んでくれたんだもんね。まだ具体的には何するか決まってないけど、でもサークルでずっと一緒に頑張ってきた仲間だもん。最高の卒業式にしたいんだ。私たちの大好きな先輩たちのために。